ユリア・ドルシルッタは、ローマ皇帝、カリグラの2番目の妹。ゲルマニクスとダイアグリッピナの娘で、兄に、ネロカイサル、ドリススカイサル、ガイウスカイサルが、姉妹に、姉のショーアグリッピナと妹のユリア・リウィルッタがいる。表面には、ドルシルッタの兄カリグラが、裏面の中央には、ドルシルッタ、左には、姉のショーアグリッピナが、 右には妹のユリア・リウィッラが掘られたコイン父・ゲルマニクスは2代皇帝、テベリウスの弟ダイドルススとコアントニアの息子で4代皇帝となるクラウディウスの兄にあたる。母ダイアグリッピナは初代皇帝、アウグストゥスの娘ユリアとマルクス・ウィップサニウス・アグリッパの娘であった。ゲルマニクスはテベリウスの養子となっていたので、父からは養子関係によって母からは直接 アウグストゥスに連なっていた。16年に、属州ゲルマニアの現在のコブレンツ近郊で生まれる。19年に、父親、ゲルマニクスをアンティオキアで亡くし、ドルシルッラは、他の兄弟や姉妹たちと同様、母親ダヤグリッピナと共に、ローマへ帰還。彼らの父方の祖母であるショーアントニアの傍らで、育っていった。紀元33年。 ティベリウスの友人であるルキウスカッシウス・ロンギヌスと結婚するが37年に皇帝の地位を継いだカリグラによって離婚させられる。ルキウスカッシウス・ロンギヌスは後にカリグラ暗殺を企てる首謀者の一人である。この時までにカリグラは彼女だけでなく他の姉妹と無近親相関を結んでいたと言われているが真相は定かではない。離婚後すぐに アグリッパとアウグストスの娘大ユリアとの間に、生まれた娘小ユリアの息子、マルクス・アエミリウス・レピドスの長男である、マルクス・アエミリウス・レピドスと二度目の結婚をした、ドルシラだったが、これは兄であるカリグラによる偽装結婚とも言われていた。ちなみに、マルクス・アエミリウス・レピドスには、妹のアエミリアがおり、彼女は、ドルシラの兄であるドルス・カエサルと結婚していた。 彼女は38年におそらく流行り病で死んだが、カリグラは妹の死をひどく悲しみ、9月23日には彼女は女神であると宣言し、ウェヌスとして彼女を神格化した。さらに1年後、カリグラはカエソニアとの間に生まれた一人娘にユリア・ドルシッタの名前をつけている。このカリグラの娘のユリア・ドルシッタは、 カリグラが暗殺された際に母カイソニアと共に殺害されている。ドルシンラは兄、カリグラのお気に入りであり、近親相関を行っているという噂がよくあった。二人が実際に何らかの性行為をしたかに関しては、はっきりわからないが、後の学者はカリグラの評判を落とす目的のもと、彼女を売春婦に例えた。彼の妹たちとの残虐な近親相関についての噂は、 この現象から生じたと考えられている。また、当時の上流階級の会食の風習が誤解されて、近親相関という噂に結びついたのではないか、とも言われている。当時の貴族は、友人知人を招いて、会食を家の主人と妻で取り仕切るのが習わしだったが、もし主催者が独身の男性の場合は、本来妻がいるべき場所に、 自分の姉妹たちを交代で座らせるのが常だった。しかしカリグラはその伝統を守らず、あくまでもその場所をドルシュラのための場所とした。また彼はドルシュラのことを妻と公然と皆に言っていた。このような橋橋の言動が誤解を招いて、あらぬ方向に広がっていった可能性はある。ありがとうございます。